人の死因にもいろいろある。老衰、自殺、病死。しかしこの世には理解しがたい死因がある。人体発火による焼死だ。レンです。タツキです。お願いします。はい、さあ始まりました。はい、本日も瀬戸際都市伝説かっこ仮仮、まだ今日も仮、まだ仮です。仮、もうどんどん行こう。まだまだ仮なんよ。どんどん行こう。今日はね、もうあなたが大好きなものを持ってきたので。何これは？ちょっとパンケーキ。パンケーキ好きやったっけ。何ですか今日は。今日はね、やばいです。本日は人体発火現象についてです。まさか。来ました。ビクトル・リヒト。ビクトル・リヒト。うわ、あいつ本当。ビクトル・リヒトか。本当にあいつ寝返るのかな。やっぱあいつは寝返らない。寝返らない、うん、こっちのまま寝返らない。マジで。あいつうわ、それ熱いよ。で、人体発火現象っていうのが何。はい、人体発火現象とは現実のこの世界でもあると。そう、今すごい大ヒットしてるじゃないですか、うん、延々の消防隊。僕たち楽しみで仕方ない。聞きたくて。それ何。そう、大好きなね、アニメなんですけど、これがね、現実にも起こってるっていう話なんですね。そう、これ驚きでしょ。マジで。人体発火ホムラしてるん。ホムラしてます、実際に。で、これをね、ちょっとね、今日はね、急いで話してはよ。そう、やばい話なんで、ちょっと軽く触れていこうかなと思います。じゃあ本日もラインナップ5つあるんで、話していきましょうか。人体発火現象とはこれ。人体発火現象とか、まあまあ延々の消防隊ね、見てる人はね、ご存知だと思うんですけど、まあ何にもない状態で人間がいきなり発火してしまうんです、うん、ブワッと発火してもう命を落としてしまう。だからもう何の障害もないのに、周りに、その自分身一つで亡くなってしまう。もうアニメの話でしょうよ。焼死してしまうっていうこと、これが人体発火現象っていうものですね。で、この起きた事例について次行きたいと思うんですけど、うん、これね、事例、そう、世界各国で起きてるんですよ、この事件が。それアニメの話じゃない。これアニメの話じゃないです。マジか。現実に起きてます、うん、で、これまずね、まあいくつか紹介したいと思うんですけど、1951年にアメリカのメアリー・リーサーっていう女性がいたんですよ。で、この女性が、その息子がある日、その家に遊びに行ったんですね、うん、実家帰ろうっつって家に行って、バンって開けたら丸焦げの死体が倒れてたんですよ。えって思って、で、その男の子はゆくゆく、そのお母さんメアリー・リーサーさんだったんだけど、その倒れてた死体は、うん、翌日に電話で話してたんですよ。普通に話してて、そう、なんか睡眠薬を4錠飲んだっていう話をしてて、前の日。そう、で、そう、睡眠薬4錠飲んだっていう、まあこれは結論、焼死体だったんですけど、焼け死んで、うん、だけど、その4錠飲んだっていうのをきっかけに、その警察がまあいろんな捜査するんですけど、もうそれで困惑しちゃって、4錠飲んだのにそれが原因で何か起きたんじゃないかって思うんだけど、結論はこの事件は人体発火事件による事件だったっていう、まあ一つの事例ですね。建物はまあゆくゆくちょっと話していきたい。ちょっと発火を急いじゃったわ。そう、ごめんなさい、これはちょっとゆくゆく話したいんですけど、まあ二つ目の事例ですね、うん、これ2010年アイルランドで起きた事件なんですけど、こちら76歳のおじいちゃんがもう家で丸焦げの状態で見つかったっていう事件なんですけど、これはまあ近隣の人がピンポーンって言った時に見つけて、もう丸焦げの状態で倒れててっていう事件がありました。建物は後々言います。待っててください。食ってくれ、建物の話。建物知りたいのね、とりあえず、うん、で、これ最後ちょっと、まあいっぱいあるんだけど、まあとりあえずもう一個だけ言いたいと思います。これはね、2008年ですね、中国で起きたことなんですけど、これはね、ちょっと面白くて、その男女が、そのある22歳の男性と18歳の女の子が、その学校で、なんていうの、勉強部屋みたいなのあるじゃん、うん、そのベッドもついてるみたいな、ねえよ、なんか大学のさ、まああるんだよ、中国にあるんだよ、ね、中国にあって、そこ、そう、そこで、まあ、そう、そういうんですよ。22歳と18歳の女性がエッチするんですね、うん、するんですよ、うん、エッチして、そこで起きた事件なんですけど、うん、
急に男性の陰部がその行為をしてる時にめちゃくちゃ熱くなってきてやばいやばいやばいって思って抜いた瞬間にブワーって燃え上がって、嘘つけ嘘つけ違うんですよ、これ本当にあった事件、それはもうこれは本当にあった事件で、これこの女性は陰部が大やけどをしたんですよ。アメリカのお笑いやん。そう、これ大やけどしてるんです、実際に病院でも見られてるんですよ、それで、ここでですよ、先ほど家とか気になってましたよね、家とか気になってましたよね、これは実はこの人しか燃えてないんですよ、要はこいつだけ。そう、この3番、まあ3つ目ですね、事件現場を見てみるとっていうことなんですけど、これは家何にも燃えてないんです、うん、丸焦げな死体が置いてあっただけで、うん、他は何も燃え移ってなくっていう状況、要はそれは人が発火してその燃え移ってないし、なおかつそのなんて言うんでしょう、もうおかしいよ、おかしいですね、それが消えるのもおかしいじゃん、自然に、うん、ふわって燃えてふわって黒焦げの状態で、ね、しかも黒焦げまでって相当、しかもその人間がバーって燃えるのってもう1000度以上超えるんだって、うん、それは自然では普通は起こんない、うん、温度だから、うん、もうそれもおかしいっつって、これは人体発火現象っていうのでもう終わってます、この事件たちは。それ以上はどうしようもない、そう、どうしようもない、わからないから、うん、で、この4つ目ですね、恐ろしい共通点とはっていうのがあるんですけど、これがね、めちゃくちゃ怖いんですよ、こちら、なぜだか足だけが残ってる、足だけ燃えてない、燃えてない、なんでこれは、でも全部が全部ではない、うん、けど、ほぼの確率、ほぼほぼの確率で足だけが残ってんの、なんでだろう、これはもうおかしいとしか言いようがない、なんか燃え上がるから下に行かないとかなんかな、でもそれも家も燃えてないのしっていうのはもうもろもろ合わせてもおかしいよね、おかしいしかないし、うん、しかもこれはロンドンで起きた事件の一つとしてあるんだけど、その青い光を見たみたいなのもあって、うん、その実際にこれ事件が起きてるのってほぼ一人なのね、誰も見てない状況なんだけど、ロンドンの時だけなんか道端で燃えて、うん、それをちょっと青い炎が見えたっていうのを証言してる人もいるのね、だからこれは本当にもう人体発火現象っていうのがあるんではないかって言われてて、でこれには様々な仮説が立てられてるんですよ、最後なんですけど、これはなんかアルコール大量摂取なんかをきっかけにそのアルコールが燃料となってって言われてるんですけど、もうそれも曖昧じゃないですか、うん、もう医者たちがそう言ってんだけど、もうそれも曖昧、アルコールって言ってもスプレーみたいな状態の、あの 100% 飲まないと、そう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 、発火しないし、でまあ人体ろうそく化みたいなのも言われてんだけど、こちらはそのどっかに火が出て、そのまあライターとかタバコとかですね、で移って、それがそのろうそくみたいに自分の体が燃えてく、でもこれは1000度以上にはならないし、他は燃えてないのにそのこの仮説を立てるのはおかしいんじゃないかっていうのも言われてる、でさらにその遺伝子でこういうのあるんじゃないかとも言われてるの、これがちょっと面白くて、その遺伝子でその延々の消防隊みたいにその自然発火する遺伝子が世界各国に散りばしめられていて、そのもう決まってる、その遺伝子を持ってる人は絶対に焼死自殺、自殺っていうか焼死死に方しちゃうと焼き死にをしてしまうっていう遺伝子を持っている、うん、これはちょっと面白いって言われてる、最難やけどな、そう、それはだけど全部仮説、この仮説たちは意味が分かんないって言われてるね、多くの人たちに、これは俺もよいろいろ調べたんだけど全部説得力がない、うん、から本当に人体発火現象っていうのは存在するっていう意見がもう多い今現状、だがしかしってこと、だがしかし、そう、解明されてない、解明されてない、全く何も解明されてないっていうのがこの事件なんですね、だからもはや事件なのかどうかも分からんの、ものすごい確率の科学のなんか条件いっぱい揃った、そう、バーッと揃った時に起こるのもあるし、でもそれはもう誰にも分かんないっていうのが、そう、いやこれ年もうあれですよ、あっちゃい虫っすよそれ、ええ、あのちっちゃい虫しかない、もうえ、あの作り上げられたちっちゃい虫、うん、それはね、うん、延々の消防じゃないそれはでもなんかそういう兵器をもしかして作ってるとか可能性もなきにしもてかぐらいの、でもそれはあるかもしれない、あるかもしれないですね、あるかもしれない、うわーということで本日の延々やったよ、はい、話は以上になりますけども、もう、はい、これもう本日結論言っていいですか、はい、お願いします、本日は何でしょうか、ガスコンロより
IH の方がいい。